小泉小太郎は、長野県上田地域に伝わる民話。人間の父親とおろちの母親との間に生まれた、少年、小太郎にまつわる物語である。同じく、長野県松本地域、北アルプス地域には、泉小太郎という民話が伝わり、こちらは小太郎が、自らの母親である竜と共に、松本盆地を開拓する物語である。 これらは内容こそ異なるものの関連が指摘されており、現代になってこれらを一つの物語に再編する試みがなされ、作家、松谷美代子による創作、竜の子太郎では物語の根幹をなす。大蛇が赤子を産んだとされる倉が淵と、倉岩とさんの地図、小泉子太郎が育ったとされる小泉村と小泉さん。 小泉小太郎にまつわる民話の対応が1922年発行の小さ型軍史用編に収録されているので以下に要約して紹介する。補足として以下に何点か記す。かつて湖であったとされる松本盆地、泉小太郎が西流に乗って突破したとされる三世路三世路の地図久米ロ橋もまた泉小太郎によって突破されたと伝わる久米ロ橋の地図、長野県松本地域。 北アルプス地域に伝わる民話に泉小太郎がある。かつて湖だった松本盆地を陸地に開拓したというものである。神父陶器に泉小太郎に関する記述があるので、以下に要約して紹介する。大昔に三世路を人の手で開作して、松本盆地を排水、開拓したとする西奈乱章記の記述を根拠に、これを伝説の由来とする説がある。 泉小太郎の名も、その功労者である、白水光男の名が書き誤られたものであるという。民話ゆかりの地である、松本市、安曇野市、大町市、長野市には、伝説にちなむ銅像や石像が混流されている。また、大町市の大町温泉郷には、泉小太郎を扱う博物館、民話の里大町小太郎がある。小泉小太郎と泉小太郎との関連について、 小さな多群使用編には、内容は、異なれど、その名称を総じたりとあり、民族学者の柳が国尾も、次女、桃太郎の誕生の中で、元は一つであったろうことが注意せられると指摘している。松谷美代子は、小泉小太郎の民話を聞いた後、松本を訪れて、泉小太郎の民話を聞くと、そう点はあるにせよ、これは、おそらく一つの話に違いないと考えた。 1957年発行のシナノの民話には、長野県の各地に伝わる小泉小太郎及び泉、小太郎の民話を一つの物語にまとめた小泉小太郎が収録されている。前半部分はおおむね先に示した小泉小太郎のあらすじに沿った内容であるが、小太郎の母は山の向こうの湖の中で生きており、後半で成長した小太郎が母を訪ねて旅立ち、 再会した二人が力を合わせて湖を切り開くという内容である。同様の物語は1973年発行の民衆の英雄にも小泉小太郎と母流の代で収録されているが、本作では小太郎の父親が開拓者集団の長という設定であり、松本盆地のみならず、同じく湖であった上田盆地についても三島山から、 国像山を結ぶ本杉の崖を小太郎と母流が突き崩し、排水したとするなど、小さ型軍師を変や、ナノの民話のものとは異なる点もある。この、小太郎と母流の物語は、テレビアニメ、漫画日本昔話で放送され、同作の DVD 第5巻に収録されている。演出は、樋口正一、文芸は、沖野島くん、美術は、尾関俊一、作画は、 高橋信也が担当した。信濃の民話の編集委員の一人であった松谷美代子は、水との戦いの民話の多くが陰惨な内容である。中、小泉小太郎を明るく雄大な物語として捉えた。忘れられつつあった小泉小太郎を復活させ、秋田県の民話や自身の体験、また子供たちとの関わりなどをもとに、松谷が1959年度に創作したのが、 龍の子太郎である、ありがとうございます。